クリームを冷やすとこんな感じで結構硬くなります。うん。うまい。うん。うん。うん。で、僕、このパンプキンマフィンのシナモンがちょっと苦手なんですよね。なので、このまま食べ続けるとちょっとしんどくなるんですが、このクリームをつけて食べると、シナモン感がこう抑えられて、うん、うん、うまい。とにかく美味しくなります。はい、クリームチーズ自体に若干塩味があるので、ちょっと甘じょっぱい系のクリームにはなるんですが、よっぽどそのなんか塩味系のクリームが嫌だっていう人じゃない限りは受け入れられるんじゃないかなと思います。僕が好きな食べ方は、そのホイップしたクリームを1回冷蔵庫で休ませることですね。冷蔵庫で休ませてたっていうのなんですけど、かなりしっかり形が残ります。冷蔵するとね、うん。で、まあ、まとめますと、クリームチーズは、ホイップする前に常温に戻しておくことと、あと生クリームは数回に分けて少し入れてクリームチーズとなじませましょう。はい、僕はがっつり失敗してますんで、皆さん注意してください。はい、あとはマフィン自体がやっぱり甘いじゃないですか。なので、あくまでもサブ的なクリームとして、あったらいいなって感じなんで、まあ、甘さは極力、はい、まあ、ガムシロップ1個入ってれば十分なんじゃないでしょうか。うん、このキリのクリームチーズは、まあ、700円ぐらいでいつも売ってるん で、クーポンになったら500円台とかで確か買えた気がします。いつも買ってるやつでおすすめなんで、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで雑なレシピ動画になりましたけど、まあ、ぜひ試してみてください。参考になりましたらグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは。今週末、大分県の方で、ダンスのパフォーマンスをすることになりまして、3本目の動画では出してるんですけど、33歳からアニメーションダンス始めましたって言って、2月からレッスン通ってるんですよね。で、その関係で、まあ、ステージに立たせていただく機会があって、今回が2回目になります。今金曜日で、金曜日の深夜です。夜レッスンが7時からあって、夜7時から10時まで普通にレッスンがあって、その後に、まあ、10時半とか11時ぐらいから何時まで終わりがわからない深夜練が始まりまして、はい、そのまま帰らずに、7時ぐらいのバスで大分県に行きます。なんかテレビの中継かなんかに出るらしいんですよね。午前中には大分に入って、まあ、リハとかやって、でそのテレビのやつがあるらしいです。その次の日、日曜日に、そのダンスイベントの、パフォーマンスっていうのが予定で入ってるっぽくて、で、その後は、パフォーマンス終わった後は、夜7時ぐらいのバスでまた福岡に戻ってくるみたいな。まあ、やばいですね、これは。チェルチェルランドの王子様が、なんか来るみたいですね、ゲストで。はい、なので、そういうイベントで、大分駅前広場かな、確か場所。そこで、一応踊りますので、踊る予定ですので、はい、もしエントリーされてる方は
ぜひ頑張ってください。はい。で、まあ、今、カメラはね、EOS 80D っていうのをメインで使ってるんですけど、もうこんな重たいの持ってきたくないので、うん、NX5R にゴリラフォトと、あとは GoPro 6とかで、まあ、撮れるところはちょいちょい撮って、まとまりそうだったら Vlog で大分編っていう形で作ってみたいなと思います。ご飯とか楽しみですね。温泉とか入れるとこあるらしいんで、うん、それだけかな、楽しみは。で、僕がやってるアニメーションの動きってのはこういう、まあ、単純な動きなんですけど、例えばオルゴールの音に合わせて動くっていうものがあるんですけど、この時も本気でやるときはもう体の筋肉をこう硬直させてガチッと固めてブレないように、っていう表現になるんですけど、ずっと力が入り続けてるわけですよ。なのでほんと全身筋肉痛になるし、もうちょっと練習しただけで筋肉痛になるし、一回一回の練習に対して集中力がかなりいるので、もうほんと心身ともに削られるというか、大変なジャンルだなぁと実感してますね。今9ヶ月目ですけど、とにかくもう明日の夜から記憶がないかな、多分。はい、月曜まで、月曜とか多分もう疲れてて何にもできないかなと思います。うん、そんぐらいやっぱ疲れますよね、多分。はい、ちょっとこっちの告知の方がメインのネタよりも長くなっちゃったかと思うんですけれども、そんな感じで告知してみました。はい、もしも近隣にお住まいの方、週末大分のその駅前のイベントに行かれる方は、はい、ぜひ楽しんでください。ダンスコンテストにエントリーしている方は、頑張ってください。はい、ということでおしまい。今回は夜今撮ってるんですけど、こういろいろカメラを置いてこう写りの感じを確認した結果、この角度が一番こう光をなんかどっかに足さずともこの映すことができたんで、ちょっと試しにやってみましたが、いかがでしょうか。なんかフィードバックあったらコメント欄の方にお願いします。いつもコメントしていただいてる方ありがとうございます。それではおやすみなさい。